では定刻となりましたので、これより令和6年度大学の世界展開力強化事業、EU 諸国等との大学間交流形成支援の事業説明会を始めさせていただきます。文部科学省高等教育局参事官国際担当付の石貝と申します。本日は大変ご多忙な中、本事業説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。開催に先立ちまして、戦略課の奈良よりご挨拶申し上げます。皆さん、こんにちは。文部科学省で、戦略官をしております。高等教育の、国際関係を担当しております、奈良と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、この説明会に、多数の皆様にご参加いただきまして、ありがとうございます。200名を超える申し込みがございまして、事前にもですね、ご相談、ご質問を多数いただいておりまして、皆様の関心の高さを感じているところでございます。この事業につきましては、重要な国、地域の大学とですね、質の保障を伴った双方向の学生交流を促進するということを目的に実施している事業でございまして、これまでもですね、重要な国、地域、大学と進めてきたわけでございますけれども、令和6年度につきましては、EU を対象といたしまして、実施をする予定にしてございます。EU、今27カ国あるわけでございますけれども、経済安全保障上のですね、重要なパートナーでございます。特に昨今のですね、ウクライナ、あるいは中東情勢、国際関係が非常に不透明な中にございますし、また世界的な異常気象とか、パンデミックとかですね、やっぱりグローバルに解決して、協力して取り組まなきゃいけない、そういう課題も増えているところでございます。その中でも特に EU はですね、非常に重要な国でございまして、例えば貿易総額で見ましても、世界のですね、貿易総額の EU だけで大体3割ぐらいを占めておりまして、中国が13%、アメリカが10%ぐらいですから、その大きさというのがお分かりいただけるのではないかなというふうに思っています。またですね、今回特に4分野掲げてますけども、半導体、AI、量子、あるいはバイオといったですね、こういったところ、特にですね、昨今、各国、あるいは企業のですね、競争力が激化しているところでございまして、バンクとしてもですね、早急にですね、人材育成を強化していく必要があると、こういうふうに考えているところでございます。他方でですね、我が国に目を向けますと、その学生交流というのはパンデミック以降ですね、まだまだ回復基調にはないという状況でございまして、特に日本人学生のですね、海外への留学、ここがですね、なかなか回復基調にないと、こういう状況でございまして、例えばですね、日本人留学生全体のうち、欧州へ留学しているのは、アジアが大体半分ぐらいですけども、ヨーロッパへは大体3割にしか過ぎないということで、さらにですね、その9割以上が学部段階ということでございます。逆に言いますとですね、まだまだEU、そしてさらにはですね、修士以上のですね、学生交流を、活発にすると、こういう余地はまだまだあるのではないかなというふうに考えているところでございます。こうした状況の中ですね、6年度については特に EU 諸国を対象とした学生交流事業をですね、支援していきたいというふうに考えておりますけれども、各大学のですね、創意工夫によってですね、取り組んでもらえばよろしいわけでございますけれども、例えばですね、その教育内容を充実するという観点で、事前のオンラインを活用した学習でありますとか、あるいはですね、留学後のフォローアップ、またですね、インターンシップ等のですね、そうした取り組みと、こういったものもですね、非常に期待されるところではございますし、また、JV キャンパスですね、ジャパンバーチャルキャンパス、こういったものもですね、活用するということは、非常に有効ではないかなというふうに思っています。いずれにしましてもですね、それぞれの大学のですね、工夫におきまして、他の大学のですね、モデルとなるようなプログラムですね、出てきまして、我が国と EU 諸国とのですね、大学間交流が一層活発になるということを期待しているところでございますので、ぜひともですね、各大学の方にお取り組みいただければ幸いでございます。ちょっと補足しますけれども、今回、EU 諸国としておりますけれども、基本は EU 諸国でございますけれども、
ヨーロッパのですね、その周辺国についてもですね、申請から除外するというつもりがございませんし、また分野も特に4分野は重視しておりますけれども、その分野に限るということも考えていないところでございますので、いずれにしてもですね、その質の保証を伴った魅力ある、そして国際交流がさらに活発になるようなプログラムをですね、各大学でお取り組みいただければよろしいかなというふうに考えているので、積極的にお考えいただけると幸いでございます。それでは私の挨拶は以上といたしますので、詳細な説明を担当の方からさせますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは事業説明に移らせていただきます。すみません。それでは事業説明に移ります。まず3ページ目をご覧ください。モンドガメ基調では2011年度より我が国にとって重要な国、地域の大学と質保証を伴った連携、学生交流を戦略的に進め、国際的通用性を備えた質の高い教育を実現するとともに、我が国の大学教育のグローバル展開力を強化することを目的に、大学の世界展開力強化事業を実施してまいりました。本事業は日本人学生の海外派遣と外国人留学生の受け入れという双方向の交流を原則としており、本事業開始以来、2022年度までに派遣約2万4千人、受け入れ約2万2千人の学生が、地域ごとの高等教育制度の相違を超え、質保証を伴ったプログラムを通じて交流してきたところです。次のページに、これまでのプログラム及び各プログラムにおける採択件数、交流実績等を1枚にまとめたものを載せております。対象地域はアジアから始まりまして、EU、ロシア、インド、中南米、トルコ、アメリカ、アフリカ、そしてインド太平洋地域等と地球規模での交流を進めてきております。オレンジ色で示している事業が、令和5年度時点で走っている事業、および令和6年度に新規で公募予定の EU 諸国等との事業となります。それでは、令和6年度に申請対象となる新規事業の説明に移ります。1月19日金曜日付で、弊社のホームページにこちらの事業ポンチ絵が掲載となりました。令和6年度は経済安全保障上の重要な分野を中心とした、修士課程における単位取得等を目的とする国際交流プログラムの策定、実施を支援することで、将来の先端分野等における研究協力へとつながる人的ネットワークの形成を目指し、本年度の予算額として1.3億円を、予定しております。なお、申請対象は我が国の国公私立大学としておりまして、連携する海外教育機関も原則として大学であることを要件としています。あと、事業期間ですね。事業期間は令和6年度から令和10年度までの最大5年間となっております。続きまして、申請上限件数および連携相手国についてです。7ページ目をご覧ください。今年度は1大学が申請できる件数に上限は設けません。ただし、代表大学としての採択は1件とするなど、採択にあたっては要件を定めていますので、こちらのページでご確認ください。タイプ B の連携大学については、タイプ B の中で連携大学自体も主体となって交流事業等を行うことが想定されますので、タイプ A 交流型の代表大学として別途採択することは不可という整理をしております。また、例えばタイプ B を申請し、タイプ B としては採択されなかった場合であっても、タイプ A として採択される可能性はございます。連携相手国につきましては、EU 加盟国27カ国を基本としております。ただし、その周辺国との連携を妨げるものではございません。次のページ、お願いできますでしょうか。初年度の事業単価につきましては、タイプ A 交流型は1600万円、タイプ B の交流、拠点形成、プラットフォーム構築型については2300万円としております。補助事業期間終了後は、自走化を目指す性質の補助金であることから、採択4年目は初年度の3分の2、最終年度は3分の1といたします。ついては、自走化を見据え、初年度から学内外の資金を一定程度投じていただくなど、自律的に事業を継続できる資金計画としていただきますようお願いいたします。また、採択予定件数はタイプ A で7件程度、タイプ B で1件程度を予定しております。申請状況や審査の状況によっては変動する可能性がございますので、単価を含めあくまで見込みとしてご承知おきください。続いて、タイプ A、B に共通する参加要件についてです。本事業では、経済安全保障戦略上の課題を共有し、日本人学生の留学先として潜在需要が見込まれている
EU 等との大学との修士課程における人的交流の強化を目的としております。そうしたことから、単なる語学留学やスタディーツアーにとどまらず、学位もしくは単位取得を目的とした修士課程の理系分野における交流等を中心に据えた国際交流プログラムであることが求められます。なお、申請可能な対象分野は限定いたしませんが、例えば半導体、AI、量子技術、バイオ技術等といった、欧州の経済安全保障戦略上の重要分野に関する交流事業を推奨しておりまして、これらの分野を対象とした事業を優先的に全体の5割程度採用する予定でございます。ただし、申請状況により、この割合はか、あの変動の可能性がございますので、その点もお伝えさせていただきます。続きまして、参加要件の2つ目といたしまして、日本人学生の留学の障壁である語学、心理的ハードルを下げることなどを目的に、例えば、実渡航前のオンライン交流などを組み合わせるといった取り組みを実施いただくことが求められます。なお、オンライン交流を実施する場合は、今からお伝えする点に該当し、質の伴った教育研究、学生交流プログラムとなっていることが必要となります。1点目としまして、実渡航の効果を最大限に高めることを目的とした内容となっていること。2点目としまして、共同教習学習活動が含まれたものであり、教育効果に十分配慮したプログラムとなるよう、双方向の対話性が確保されているとともに、現地学生や教員との交流について、大学等の関係機関や団体間で事前に協議をしていただき、そのプログラム内容と得られる教育効果が具体的に示されているものであることです。ただし、オンライン交流と数週間の短期交流を組み合わせて単位が出る科目とするようなプログラムの場合は対象外といたします。また、留学の効果を持続させるために、留学後にも学生に対して継続的にフォローアップを行う計画であることが必要となります。続いて選択要件でございますが、画面に映しております6点のうち、少なくともいずれか1つ以上に該当する質の保証を伴った交流プログラムの実現を目指すものである必要がございます。まず、各参加大学において単位取得可能な英語科目が十分提供され、次大学における単位の認定が保証されるなど、学生が自由に科目選択できるような交流であること。次に、欧州には先進的な研究機関や国連などの国際機関が集まっていることを踏まえまして、相互に留学先の地域で研究機関、企業や国際機関等におけるインターンシップ等を組み込むなど、将来のキャリア形成に資するプログラムを作成すること。また、修士段階における留学を促進することを目的として、学部の段階から留学のハードルを下げるようなプログラムや方法を実施し、修士段階において留学する学生を増加させることにつながる取り組みを実施すること。なお、予算がない中ではございますけれども、短期交流などを組み込んでいただくことも推奨いたします。また、留学生の受け入れ等における安全保障防疫管理において、他大学の参考となるような管理や、ファカルティデベロップメントの取り組みを実施している、もしくはこの事業機関において導入を予定していること、また、ジョイントディグリー、もしくはダブルディグリーといった国際共同学位プログラムを構築し、事業開始5年目までに実施すること、最後にアドバンストプレイスメント科目の導入により、高校から学部から大学院進学につながるような計画であること、なお、JV キャンパス等のオンラインの活用も推奨しております。以上の6点のうち、少なくとも1つ以上に該当するようなプログラムとしていただく必要がございます。最後に、令和5年度と同様ではございますけれども、本事業を通じ、英語で卒業もしくは修了可能なプログラムを実施する場合は、外国人留学生と日本人が真に学び合う、アクティブラーニング等の学習環境が実施される取り組みであること、また、プログラムを実施する部局等にとどまらず、全学的な責任協力体制の下でプログラムを構築することもタイプ AB 共通の要件としております。以上がタイプ AB 共通の参加要件となります。続いてタイプ B、プラットフォーム型で応募する場合に求められる参加要件を説明いたします。まず、タイプ B に応募する場合は、プラットフォームに資するような大学間交流を実施しながら、EU 諸国等との大学関係機関、団体とのネットワーキングを行うことで、日本の大学全体における EU 諸国との、特に修士段階における大学間交流が一層促進されるような拠点を形成することが求められます。また、修士における留学促進に必要なノウハウ等の情報を国内の他大学に対して積極的に提供し、本事業の横展開を目指す計画である必要がございます。2点目といたしまして、本事業の横展開については、大学の国際化促進フォーラムを活用して実施することも必要となります。以上が参加要件の説明でございます。
次に加点事項の例を紹介させていただきます。14ページをご覧ください。で、1つ目として、将来の先端分野における国際共同研究や共同学位等の土台となるような、通常の大学間交流を超える総合的、互恵的な関係性を持つ海外相手大学との戦略的な国際ネットワークやパートナーシップを構築する計画であること。2つ目として、EU 諸国の大学等との学生交流だけでなく、コーディネートの役割にとどまらない積極的な教職員交流を実施すること。3つ目としまして、JV キャンパスにコンテンツを提供する、もしくは他大学から提供するコンテンツを有効活用するなど、交流プログラムにおいて JV キャンパスを積極的に活用すること。4つ目として、アウトカム指標について他大学の参考となるような指標を設定する計画であること。5つ目として、国内連携大学、海外相手大学や機関等と協力し、学習歴やインターンシップ等の成果外の活動歴のデジタル化、マイクロクレデンシャルを進める計画であること。6つ目として、交流する相互の学生が、真の両国間の架け橋となる人材を目指し、双方の文化および言語について高いレベルで習得する計画であることなどを、現時点では想定しております。ここからは必須の指標についての紹介となります。タイプ AB 共通の必須指標についてです。これらはこれまでの展開力事業においても必須指標として設定してきたものも含まれておりますが、例えば1番の日本人学生の派遣数については、新たに2番目の外国人学生の受け入れ数と同数程度となることを計画する旨を追加しております。なお、具体的な事業計画の策定にあたっては、現状分析に基づく定量的な数値目標や実施達成時期を必ず設定いただくようお願いいたします。ここからは申請資格に関する説明となります。次のページでお願いいたします。一つでも該当する場合、申請することはできませんのでご注意ください。例えば、学生募集停止中の大学や直近の認証評価で不適合の判定を受けた大学、収容定員充足率が一定の基準以下の大学、私立大学経常費補助金が不交付、または減額の措置を受けた大学、令和5年度の大学の教育再生戦略推進費プログラムの中間事後評価で最低評価となった大学が該当することとなります。また、設置計画履行状況等調査で指摘事項、法令違反が付された大学や認可基準に抵触する大学においても申請不可となります。ローマ数字9および10で赤書きとなっている箇所については、昨年度から変更となっている箇所でございまして、これまで入学定員か超過率で見ていた要件を、令和5年度事業からは収容定員充足率等で判断する基準に変更いたしましたので、ご注意願います。申請にあたっては、事項の表、箱表も合わせてご参照ください。続いて申請要件についてです。19ページをご覧ください。こちらに書かれている項目は、中間評価実施年度にあたる令和8年度末までに達成している必要があることから、申請を検討いただいている大学様におかれましては、確実に達成できるよう学内にて調整ください。特に20ページに記載がありますローマ数字6の入試要項においては、過去に抵触した大学があり、その結果、翌年度の補助金を大幅に減額することとなりましたので、そういったことがないよう、要件については念入りにご確認をお願いいたします。続いて、審査および評価等についてご説明します。21ページをご覧ください。申請大学より提出いただく申請書については、独立行政法人日本学術振興会が事務局を務める大学の世界展開力強化事業プログラム委員会にて、専門的な観点から審査が行われることとなりますが、厳正な審査を行いつつ、より多くの未採択大学にチャレンジしていただけるよう、本事業にふさわしいプログラム内容や実施体制を有していることを前提に、本事業の採択実績のない大学の参加を促す観点も踏まえた審査を実施しているところです。具体的には、採択実績のない大学に対しては、本年度と同様、書面審査の評点に一定の係数を付す予定としています。ここでいう採択校には、展開力事業の代表校だけでなく、SGU 採択校も含まれますので、ご注意ください。また、採択候補の選定にあたっては、国公私別や地域のバランスも考慮する予定です。その他、採択校に対しては、毎年度のフォローアップ活動と中間事後評価を実施します。中間評価は3年目の令和8年度に、事後評価は補助期間終了後の令和11年度に実施することとなります。フォローアップ活動及び中間評価の結果は、翌年度の補助金の配分に勘案されることがあります。
万が一、事業目的や目標の達成が困難、または不可能と判断した場合は、事業の中止を含めた計画の見直しを求める場合があります。また、事業の PDCA が機能するよう、適切な外部評価の仕組みの構築及びプログラム参加学生に対するアンケート等の活用についても評価する予定です。続いて、これまでの審査において不十分な点として指摘の多かった事例について紹介していきます。22ページをご覧ください。1つ目は計画聴取の内容が抽象的となっているという点です。具体的には、こちらでも記載しております通り、養成しようとする人材像について、どのような専門性やスキルを習得した人材なのかが書かれていないことや、質保証の観点が不明瞭といった指摘が見受けられました。2つ目としまして、計画聴取の内容の整合性が図れていないという点が挙げられます。プログラムの概念、目的と内容が結びついていないことや、教育内容に比して学生に求める語学レベルが低いという指摘がよく見受けられますので、事業計画の際にはご注意ください。続いて、経費の使途可能範囲についてです。展開力事業では大きく分けて物品費、人件費、車金、旅費、その他経費への使途が認められています。人件費については、本事業に直接従事するために採用した常勤教員の基本給や、各種手当などを想定しています。当該教員が他の補助事業に係る業務を実施している場合には、適切にエフォート管理を行っていただく必要があります。その他、学生の TA にかかる経費や、留学生の学習支援のためのスタッフ、招聘教員への謝金も対象となります。本事業特有の経費としましては、学生支援経費が挙げられます。日本人学生及び外国人学生の航空券や電車代等の交通費、ホテルの宿泊費、宿舎借り上げのための施設、設備使用料に充てることが可能です。今年度見受けられた例としては、学生のための奨学金に本事業の補助金を充当していた例がありましたが、本補助金を奨学金に充てることはできません。また、学生が渡航する際の航空券等についても、一度学生が支払ってしまったものに対して補助金を充てることはできず、必ず大学が契約主体となる必要がございますのでご注意ください。その他、本事業の採択校は、日本学生支援機構の海外留学支援制度を通じ、奨学金が優先的に措置されることとなります。続いて、今後のスケジュールの目安についても簡単にご説明いたします。まず、3月上旬に行われる大学の世界展開力強化事業プログラム委員会にて、審査要項等の取り扱いが議論され、決定される予定となっています。その後、3月中下旬に公募を開始し、公募説明会をオンラインにて実施する予定です。5月上中旬に公募を締め切りまして、プログラム委員会の審査を経て、9月上旬に採択事業を決定する予定となっております。最後に、皆様より事前にいただいたご質問のうち、本事業に直接関連し、ここまでの説明で回答できていないものについて紹介をさせていただきます。25ページをご覧ください。なお、こちらで回答しきれなかった質問については、恐れ入りますが、個別にお問い合わせいただけますと幸いです。まず、9.1のところですけれども、令和5年度公募には、参加要件として、大学全体の学生数に対し、毎年3から7%に当たる学生が、オンラインも含め、米国の学生と交流するフィジビリティを考慮したプログラムであることがありましたが、今回も同様な参加要件があるのかというご質問につきましては、令和6年度事業においては、同様の参加要件は予定しておりません。次に、交流学生数に関する KPI について、今年度事業のように、収容定員数の何パーセントとして設定されるのかというご質問については、令和6年度事業において収容定員数の何パーセントという形での設定は予定しておりません。交流人数を記載いただくことを予定しております。次に、資金援助はあるのか、あるとすればどれくらいかというご質問でございますが、先ほどもお伝えしたタイプ A で1600万円、タイプ B で2300万円程度の補助金のほか、学生支援機構の海外留学支援制度重点枠により、派遣受け入れ学生に対して奨学金が優先措置されます。次に、大学院がない大学でも本事業に応募できるのか、対象は修士課程に限定されるのか、例えば医学部5、6年生などはどうかというご質問でございますが、修士課程を中心としたプログラムを想定しておりますが、修士課程に限定はしておりませんので、例えば大学院がない大学や、修士課程以外の課程であっても、申請要件及び参加要件を満たすものであれば、本事業への応募は可能となります。次に、本地 A に記載の
連携国、英仏、独位、4カ国はすべて含むことが条件になるかという質問でございますが、必ずしもこの4カ国を含む必要はございません。次に、修士課程同士の交流ではなく、日本人学部卒業生を欧州の修士課程により多く進学させるための枠組み作り、例えば欧州大学院との協定策定や進学指導強化などでは申請の対象にならないでしょうかというお問い合わせについては、この補助金の性質上、例えばジョイントディグリー、ダブルディグリーなどの日本の大学にも学生が席を置く場合の海外大学への進学支援については申請可能となりますが、単なる海外大学への進学への支援は対象外となっております。続きまして、単位取得を目的とした修士課程の理系分野国際交流プログラムがあるが、特別研究科目の単位認定に関する交流プログラムも含まれると考えてよいかというご質問については、申請要件及び参加要件を満たす単位認定プログラムであれば申請可能です。続きまして、本事業に申請する場合は、連携相手と事前に調整する必要があるかというご質問については、実現可能なプログラムである必要がございますので、申請前のできるだけ早い段階で連携相手と事前に調整することを推奨いたします。続きまして、看護学を専門とした単科大学ですが、そのような環境においても採択される可能性があるかというご質問につきましては、推奨している分野や教育段階と異なる場合であっても、申請要件及び参加要件を満たすものであれば申請対象ですので、採択の可能性はございます。続きまして、単独大学との連携でよいか、複数大学との学生や研究者交換が必要かというご質問につきましては、連携大学数の要件はございませんので、単独大学との連携でも、複数大学との連携でも問題ございません。続きまして、オンラインについては必須になるかというご質問につきまして、日本人の留学のハードルを下げるための取り組みとして、実渡航前のオンライン共同学習を例示はしておりますけれども、日本人の留学のハードルを下げるために効果的な取り組みであれば、オンライン共同学習に限定はしないため、必須にはしない予定でございます。次に、連携先の一つが研究所となった場合でも、予算、例えば渡航費等は使えるとの理解でよいかというご質問につきましては、基本的には問題ないと考えております。次に、令和6年度世界展開力強化事業として、EU 諸国との大学間交流形成支援以外に、ASEAN 諸国との大学間交流形成支援事業も予定しているかというご質問につきましては、ASEAN 諸国との大学間交流形成支援については、令和3年度のキャンパスアジア事業に採択された大学の一部を対象として、追加支援の実施を予定しております。そのため、新規公募はございません。続きまして、タイプ A において、JV キャンパスの利用を必須とする要件は課されるかというご質問につきましては、JV キャンパスの利用は必須要件ではございませんが、積極的な活用は加点事項となると考えております。次に、予算について、2年目以降の10%低減、4年目の初年度の3分の2、最終年度は3分の1となるような条件は、となるかというご質問につきましては、2年目以降の10%低減はございませんが、4年目は初年度の3分の2、最終年度は3分の1となります。次に、今回も2019年度事業のように、エラスムスの枠組みの中で共同公募を実施するようなものかというご質問につきましては、今回はエラスムスとの共同公募ではございません。次に、2025年度に開校予定の大学でも申請可能かというご質問でございますが、2024年度以前に開校の大学が対象ですので、2025年度以降に開校予定の大学は対象外となります。以上が2月5日までにいただいたご質問のうち、現時点で回答が可能なものになります。本事業につきまして、今後、個別のご質問、ご相談がある場合におきましては、お問い合わせ相談用フォームよりご連絡ください。お問い合わせ相談用フォームは近日中にご案内予定ですので、少々お待ちください。なお、リンク先はこちらの事業説明会の参加申し込み用フォームと同様とする予定でございます。また、対面、オンラインでの対応を希望される場合については、その旨フォームに記載の上ご連絡ください。また、公募開始後の相談はできかねますので、ご注意願います。長時間にわたりまして、ご清聴いただき感謝申し上げます。以上をもちまして、本日の説明会は終了となります。本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございました。